石巻市立大川小学校は、宮城県石巻市、鎌谷山根に、かつて存在した、公立小学校である。旧物郡河北町に位置する。本校では、2011年3月11日に、発生した東北地方太平洋沖地震に伴う、津波で、同行児童らが死亡した事件についても記述する。2011年3月11日に発生した、 東北地方太平洋沖地震に伴う津波が、本震発生後およそ50分経った15時36分頃、三陸海岸、津南湾の湾王にある新北上川を遡上してきた。この結果、川口から約5キロメートルの距離にある学校を襲い、校庭にいた児童78名中74名と、教職員13名中、校内にいた11名のうち10名が死亡した。その他、 学校に避難してきた地域住民や保護者のほか、スクールバスの運転手も死亡している。学校の管理下にある子供が犠牲になった事件、事故としては第二次世界大戦後最悪の惨事となった。裏山への避難中車本心直後、校舎は割れたガラスが散乱し、余震で倒壊する恐れもあった。教師らは児童を校庭に集めて、天候を取り全員の安否を確認した後に、 避難先について、議論を始めた。学校南側の裏山に逃げた児童たちもいたが、教諭に、戻れ。と怒られ、連れ戻された。校庭のすぐそばには裏山を登るための緩やかな、傾斜が存在し、児童らにとって椎茸栽培の学習で、馴染み深い場所である裏山は有力な避難場所であった。しかし、当日は降雪により足場が悪く、 未曾有の大地震の直後のため土砂崩れ、地盤沈下、倒木、落石などの可能性もあることなどから、大勢の子供や高齢者らが登って避難するには問題があるという意見もあった。ちなみに、この裏山は公有地でなく、私有地であった。震災時の校舎を設計した北沢孝一によると、野外学習の場として、裏山にあずま屋を作ることも構想したが、 実現しなかったという。避難場所をめぐって、議論教職員の間では、裏山へ逃げるという意見と、校庭にとどまり続けるという意見が対立した。避難所でもある、小学校に、すでに避難してきていた老人がいることから、裏山ではなく、約200メートル西側にある周囲の堤防より小高くなっていた新北上大橋の田元へ避難するという案も上がった。 市教育委員会の報告書によれば、教頭は山に上がらせてくれと言ったが、鎌谷地区の区長は、ここまで来るはずがないから、三角地帯に行こうと提案を認めず、抗論となっていたという、最高責任者である校長が午後から年休を取って、不在であったことも、判断の遅れや混乱につながった。この議論の間、20家族ほどの保護者が児童を迎えに来て、 名簿に名前を書き帰宅していった。大津波警報が出ていることを報告した親もいた。教師たちは学校の方が安全、帰らないように逃げない方がいいなどと言い、逆に保護者たちを引き止めたという。実際に引き止めに応じた母親は15時29分に子供と学校にいます。と夫に向けて電子メールを送り、その後津波により死亡している。また、 山に逃げた者の,の連れ戻された児童らが、津波が来るから山へ逃げよう。地割れが起きる。ここにいたら死ぬと教師に泣きながら訴えている光景が、この時の保護者たちにより目撃されている。未曾有の大地震があった直後の現場は、集団パニック状態か、それに近い状態であり、様々な情報や意見が行き交う中で、正しい判断を行うことが困難な状況であったことが推測される。 三角地帯への避難最終的に三角地帯に避難することになり、教職員と児童らは地震発生から40分以上経ってから移動を開始した。防災無線は海岸線や河川には近づかないでくださいと呼びかけており、この時すでに町の側溝からは水が噴き出し、堤防からは水が溢れ始めていた。津波は鉄筋コンクリートの壁を突き破り、 すべてを飲み込んだ。裏山に建てられた津波到達点を示す看板。児童らが剣道に出た直後、堤防を乗り越えた巨大な津波が児童の列を前方から飲み込んだ。列の後方にいた教諭と数人の児童は向きを変えて、裏山を駆け上がり、口述の通り一部は助かったが、迫りくる津波を目撃して腰を抜かし、地面に座り込んで避難できない児童もいた。 家族が車で迎えに出向き、独自に避難した児童は助かった。教諭の中で唯一生存した男性教諭は、その列の最後尾にいて、学校の裏山に登って助かった。その際にこの男性教諭は、3年生の男子生徒を助けている。津波から裏山方向に逃げて助かった5年生の児童は、津波が来るのが見えたので山側に走った。雪で滑って登れなかった。 波に押し上げられて山の途中で土に埋まって動けなくなったと証言している。また、その埋も漏れた児童を助けたのは同じように流された同級生で骨折した左手で土を掘ったと語っている。避難先として選定した三角地帯も標高不足で津波に飲み込まれており、仮に避難が完了していたとしても被害は避けられなかった。 避難先の北上川堤防付近の標高は6から7メートルであったが、予想津波高は15時14分には、当初の6メートルから10メートルに変更されていた。当時に得られた情報から、想定を超える規模の津波の到達を予見できたか、田舎は、後に起こされた、民事訴訟で争点となった。南を逃れた、児童22名は新学期より、約10キロメートル離れた石巻市立い野が話題。 一小学校へ通学していたが、2014年からは、石巻市立二股小学校敷地内の仮設校舎に移転している。当初は校舎も新たに建て直す予定であったが、後に自動数減少のため前日の通り、二股省へ統合することになった。その大川省には、犠牲者を慰霊するために制作された母子像が設置され、2011年10月23日に、 除幕式が行われた。2016年3月、石巻市は被災した大川小学校の旧校舎を損地という形で、全体を震災遺構として保存することとなった。遺族の中には、校舎を見たくないという意見もあるため、周辺を公園化して、植栽などで校舎を囲むことが検討されている。2018年5月には、 国連事務総長特別代表の水鳥まみが視察に訪れた。石巻市は2019年度より4億5000万円をかけて公園整備を実施し、周囲に桜を植林するほか、展示スペースのある管理棟や芝生広場、花壇、慰霊碑などを整備、設置する。2020年度末までの完成を目指すとしている。地震発生から津波到達まで50分間の時間が、 あったにもかかわらず、最高責任者の校長が不在であったため、判断式系統が不明確なまま、すぐに避難行動をせず、校庭に児童を座らせて、天候を取る、避難先についてその場で議論を始めるなど、学校側の対応を疑問視する声が相次いだ。普段から避難に関する教育を徹底し、児童らだけの自主的避難により99.8%が、 無事だった釜石の全小中学校や地震直後より全員を高台に避難させ在校児童が全員無事だった石巻市立門脇小学校とは対照的である宮城県が2004年3月に策定した第3次地震被害想定調査による津波浸水域予測図では津波は海岸から最大で3トル程度内陸に入るとされ大川小学校には 津波は到達しないとされていた。そのため大川省自体が避難先とされていたケースもあり、実際に地震の直後高齢者を含む近所の住民が大川小学校に避難してきた。石巻市教育委員会は2010年2月、各校に津波に対応するマニュアル策定を指示していたが、被災後の議論で教育委員会は、 学校の危機管理マニュアルに津波を想定した二次避難、先が明記されていなかった点で責任があると認め、父ボラに謝罪している。2011年4月9日の説明会で、無事だった教諭が裏山に倒木があったと証言した。同年6月4日夜の説明会で、石巻市教育委員会は、前日の証言を倒木があったように見えたと訂正し、 裏山へ避難しなかった理由を津波が校庭まで来ると想定していなかったことに加え余震による山崩れや倒木の恐れがあったためと説明した。避難が遅れた理由には保護者や避難住民への対応を挙げた。震災時の議論の詳細は明確にならなかった。謝罪はあったが学校も教育委員会も責任に言及しなかった。2012年12月。 大川省の惨事を検証する第三者検証委員会が設置された。2013年7月の中間報告で調査員は大川省の地震発生時の危機管理マニュアルに第1次避難は皇帝等第2次避難は近隣の空き地、公園等と記載があるのみで具体的場所の記載がなかったことを指摘したものの遺族からはすでに判明している事柄ばかりで、 目新しい情報がない、生存者の聞き取り調査を行っていない、なぜ50分間逃げなかったのか言及がないなど不満が紛失した。2013年9月8日、石巻市教育委員会による遺族説明会が約10ヶ月ぶりに行われ、話し合いを拒んできた理由を説明してほしいなど、批判が相次いだ。2014年3月1日に、 大川小学校事故検証報告書最終報告書が石巻市に提出された。2014年3月10日、犠牲となった児童23人の遺族が宮城県と石巻市に対し、総額23億円の損害賠償を求める民事訴訟を仙台地方裁判所に起こした。二千十六年十月二十六日、仙台地方裁判所は学校側の過失を認定し、 23人の遺族へ総額14億2658万円の支払いを石巻市と宮城県に命じた。石巻市と宮城県は大川小学校は津波の浸水想定区域に入っておらず津波の際の避難所として指定されていたことなどを理由に津波の襲来を予見できなかったと主張した。しかし仙台地方裁判所は少なくとも 石巻市の広報者が、大川小学校付近で、津波の接近を告げ、高台への避難を呼びかけた時点までに、教員らは大規模な津波の襲来を予見できたはずであり、学校の裏山に避難しなかったのは過失だと、結論付けた。仙台高等裁判所は2018年4月26日、双方が控訴した、控訴審でも、学校側が、地震発生前の対策を怠ったのが、 三次につながったと小川博裁判長は指摘し、仙台地裁では認めなかった学校側の防災体制の不備を認定した。市と県に対して一審判決よりも約一千万円多い総額14億3617万円の支払いを命じた。一審判決は地震発生後の教員らの対応に過失があったとしたが、県の責任に加えて控訴審では 市教委まで含めた組織的過失を認定した。また、大川省は津波の予想浸水被害に立地していたが、教師らは独自にハザードマップの信頼性を検討するべきだったとも指摘した。控訴審においては震災前の防災体制の適否が争点となった。学校側は予想浸水被害で津波を予見できないと主張した。しかし判決では、 北上川から約200メートルに学校があり、堤防が沈下したり壊れたりし、学校まで浸水する危険があったと予見可能性を認定した。教師は地域住民よりもはるかに高いレベルの知識と経験が求められると位置づけた。さらに、避難先を近隣の空き地、公園等と曖昧に記載していた危機管理マニュアルの改定を学校が怠ったとし、 指導する立場の市教員にも是正させる義務があったと指摘。約700メートル離れた高台を避難場所に設定しておけば、震災直後に避難を開始でき、津波を回避できたと結論付けた。これに対し石巻市議会は5月8日に賛成多数で最高裁判所への上告を決定、県と共に5月10日に上告した。村井義弘知事は、控訴審で認められた。 校長らの高度な安全確保義務などが、法解釈として妥当かどうかを争うと述べたが、2019年10月11日までに10月10日付で、上告が退けられ、二審仙台高等裁判所判決が確定した。仙台高等裁判所判決確定を受け、10月15日に、宮城県庁において、亀山博石巻市長と村井知事との間で協議がなされ、 宮城県が賠償金の支払いを立て替え払いし、数年かけて石巻市から宮城県に10年程度に及ぶ分割払いで全額返済することで合意した。宮城県教育委員会によると遅延損害金を合わせると賠償総額は20億円を超えることとなった。大川伝承の会が2016年から語り部活動を続けている。学校における 防災対策を学ぶ場となっており、2020年までに全国の教育関係者ら1万4000人以上が訪れた。上記の訴訟の影響により大川省での研修を行っていなかった宮城県教育委員会は2020年11月4日、初めて新任校長90人が遺族の話を聞く機会を設けた。以上の全域が大川小学校の通学区域に指定されていた。 現在では、統合先である、二股小学校がこの学区を担当している。ありがとうございます。